自分の見ている理解だけなら、あとは工程が消え、れば混沌は抜ける、とは言うが。世界とは、そんなに単純だろうか？皇帝の周りにいれば権力があり、自由があった、不可能が可能になったのだ。そういう美味しい汁を、人は、たやすく手放すものだろうか。お金がないんです。切実だとは、思う。創作が利益を上げないと世界経済それも、利益が出ずに衰退。それは、皇帝の責任だ。皇帝が、王の権威、を否定した結果。昭和まで遡ると、太平洋戦争のように真っ黒な話もないのだ。自分も理解の及ばないところは多々あってすでに、暗闇の中を闇雲に打ちまくってるような状態。話題作、が、なんとなく長続きしない。どうにも嘘っぽさが、デビウスは失敗作だった。それを当時、強引に、大ヒットした、ことにしたのだ。それ、はなぜか。今も？